伊藤舞は FBS 福岡放送のアナウンサー。山梨県出身。3歳から10歳までの7年間、神奈川県の厚木基地の近くに住んでいた。お茶の水女子大学在学中にウェザーニューズ社のお天気、キャスターオーディションに合格。2006年6月1日から9月3日までは、井上春香と共に、関東地区の携帯を発遣キャスターを、 2006年10月21日から2007年3月4日までは TV お天気キャスターをそれぞれ務めた。2007年 FBS に入社。最初の半年間は主に日中を中心にニュースを担当していたが、先輩アナウンサーの若林舞子が育児休暇明けで仕事を再開した関係で、10月以降は明太ワイドなどニュース以外の担当機会が増えた。 ほぼ同時にブログ執筆を開始し、その初めの言葉は焦らずに自分らしく。また11月には高校サッカー、佐賀大会の決勝で場内アナウンスを担当。元 J リーガーの豊原新人が入社するまでは FBS で最年少のアナウンサーということもあり、次第に FBS のマスコット的存在として活躍するようになる。2009年6月。 自身の冠番組、マイ TV が5回限定で放送された。翌年3月には、当時の FBS 若手サンバガラスだった中谷秋子、直近の先輩、ザイツ津ロ美と共に、テレビ雑誌、月刊、BLT の取材を受ける。ただ、3人で一緒に仕事をすること自体が、初めてだったという。私生活では2012年に、ディレクターと結婚。当初家族は、 夫と飼い犬のメスのチワは、空だったが、2015年2月に妊娠したことを明かし、担当していた、メンタイワイドと、同、増看護を交番。その後は2014年から行っていた、FBS 初の子育て応援イベント、家族のスマイルデイフェスタウェブ担当やイベント準備の仕事を続け、2015年3月のイベントが、終わるのを待って、出産、育児休暇に入った。 2016年4月より番組復帰。なお、明太ワイドでは2014年8月に番組のフェイスブックページ委員長になっていることが明らかとなる HP 委員長として6月から活躍中であることも記述。明太ワイド公式 HP。ありがとうございます。